どうもマルベリーです。オーバーウォッチ実況やっていきましょう。さあということで、オーバーウォッチ初めてやってみました、冷やし中華始めました。いや、オーバーウォッチ始めました動画ね、まだ上がりましたが、本日は2本目でございまして、オーバーウォッチ始めてからですね2日経ちました。で、2日経ってですね、ちょっと戦績見てみましょう。はい、現在の勝利67、プレイ時間17時間で、やっとですね、ランクですね、ちょっと下の方、左下の方にね、ちょっともう隠れ、今ありがとうとかで隠れちゃって見にくいんですが、25レベルなのかな、ランク25までやってまいりました。でね、プレイを見てみると、これライバルプレイというのがこれで解放されるようになりました。まあ早速ではございますが、初ライバルプレイやってみたいと思います。ランクマッチみたいな感じらしいですからね。はい、ということでございますが、ちょっとですね、音声トラブルで、BGM がちょっと大きすぎて音声何言ってるか分かんない状態になってしまいましたので、アテレコで、今回は実況させていただきます。で、私はですね、ここまで、このトールビヨンを使って、まあ、上がってきましたので、今回もトールでいきたいと思います。そう、このわしトールビヨンが今回の戦いを実況していこうということでございますが、まあ、今回はね、トールビヨンというね、タレットを設置できるキャラクターで、私初ランクマッチ挑戦しております。ムフフフ、まずは同等タレットを置いていく。しかし、なんか前方から変なやつが来たな。早いやつが来たぞ。トレーサーというやつが来てね、こいつが厄介なんですよ。いや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 、もうね、瞬間移動できるキャラクターで、どこにいるのかわからないんだ。あいつは一体どこにいるんだ。どこに行った、右に行った、殺されたということでございますが、いきなり、まあこのトレーサーがですね、序盤ガンガン突っ込まれてですね、私何もできず、即初キル、初デスされちゃいますね。そして相手が今陣地を占拠した感じになります。私またこう前に進みますが、むむ、やつはどこだ、トレーサーはどこだ、タレットを設置して相手の位置を確認するが、誰もいなかった。さあ前に進もう。左から攻めようか、右上から爆弾マンが爆弾を投げてきている。爆弾が怖い。正面にブタちゃんもいるぞ。さあ、まずタレット設置して、相手の位置はどこだ、どこじゃ、どこじゃ、どこじゃ、爆弾がいっぱいあるな。爆弾マンがいるぞ。このね、ジャンクラットというキャラクターがいるんですが、そのジャンクラットの爆弾がね、一発食らうともうぶっ飛んじゃいますから、ああ、わしのタレットが壊された、またトレーサーだということで、また2回目のキルをまだこのツッコミトレーサーにね、やられちゃうというねさあどんどん行きましょう。リスポーンしてからがね、早くね、向かわないと陣地取られちゃってますからね。今ね、今青チーム、自分たちは1回も陣地取ってない状況でございます。さあ、わしがまた来たぞ。脳なしのトールビヨン、右にトレーサーがいたぞ。どこだどこだ、タレット設置して、トレーサーはいなくなった。今度は右から攻めるぞ。さあ、右にはまたあいつは、ジャンクラットだ、爆弾マン。この爆弾マンとトレーサーの2人が、あ、わしのタレットを、わしのタレット誰かに壊された。あっと、ドラゴンが来たあ、豚さんがいるぞ、豚さん。あ、またトレーサー来た。瞬間移動、左から回られてバコバコやられている。しかし今回はかわした。よしよし、ここら辺でタレットを置かないと。やばいぞ、またなんかが来てるぞ。トレーサーだ、後ろからやられたこのほんとトレーサーがね、瞬間移動ができるキャラクターって先ほど言いましたけど、これで裏取られてね、後ろからバシバシやられちゃうんですよね。はい、まあそんなこんなで言ってますが、もうまずいですが、今赤 の相手が陣地取ってるところを仲間が取り返してくれようとしているところでございますね。これで取り返せるのか。さあ、じいちゃんが来た。じいちゃんがウルト溜まったぞ。オーバータイムだ。さあ、タレットをどこに設置する。手前に設置した。さあ、ここで、おっと、豚ちゃんがスタンプ。やばい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 。ウルトを使え、ウルトを使うんだ。マルベリウルト使えない。ウルト使ってる、ウルト使ったぞウルトを使って2キル確保しましたよ。タレットちゃんがやってくれたんですけどね、わしのタレットが頑張ってくれておる。タレットが攻撃されてる。またトレーサーの野郎が私のタレット、ああまた左から来てる。トレーサーからー、なんだ今の。ああ、トレーサーのウルトで死んだほん
当にもうこの序盤というか1回戦目はもうトレーサーにバコバコやられちゃってね、まあ、しかし陣地は今仲間が取り返してくれてオーバータイムから 40% 以上までは各回復という言ったらいいんでしょうか、取り返ししている状況でございますね。はい、このままね 99% 100% になった方が勝ちでございますからね。さあまた左側にタレットを置いて懲りずにここに置いていく。本当は上の方から置かないとねすぐ壊されちゃうんですけどね、トレーサーさんに。さあまた爆弾じゃないよ、ブタちゃんが来たよ。ブタちゃんのショットガンで死んじゃった。しかしタレットでやり返したのかな。タレットで、あ、やり返してるっぽいねこれ。よいしょ、あ、多分タレットでやり返しましたね。うん、これで多分3キル4デスぐらいになったのかな。はい、まあまあまあまだねデスの方が多いですけど、あと1キル取ればとりあえずイーブン。さあまだ、しかしこれで敵が陣地を奪い返しに来ましたね。さあここ奪わないとまずいぞ、まずいぞ。マルベリおじいちゃん、マルベリじいちゃん頑張れ、中で勝負だ。よし、これ味方が無敵モードにしてくれてる。さあ前に行って突っ込め突っ込め、じいちゃん頑張れ、じいちゃん、じいちゃん撃たれてる、じいちゃん撃たれてる、じいちゃんなんとかかわした。よし、タレットは、タレットも壊されてるぞ。タレット再設置、よし、どうだ。これは目標確保し、なんと序盤トレーサーにボコボコやられましたが、ラウンド1なんとか勝利に、勝利で終われたと。これはもう仲間の力でございますね。まあでも最後キル取ったから一応この時点では多分4です、4キルぐらいの感じになってるんでしょう。で今回の戦いは、陣地取りで、合計3本手、2本選手で2本取った方が勝ちの3番勝負みたいな感じですね。さあここで攻撃に移る、あ、まあ攻撃っていうかね、陣地を入れ替えてというか場所がちょっと変わった状況ですね。で、2回戦目突入でございます。さあどこじゃどこじゃ、またトレーサーがおるんか。トールビヨン様のお通りだ。お、なんかジャンプして入ってたぞ。よし、タレット置いて、タレットバンバン打ってくれてる。よしよしよし、タレットが頑張れ、タレット頑張れ。わしは隠れてる隠れてる、タレットが攻撃されておるぞ。どこから攻撃されてる、右側から。あれはあれはソルジャー76じゃないか。あーっと、タレットが壊された。さあ再度設置していくが、また壊されていく。そしてなんかが飛んできている、ラインハルト。これはねガードというかね、シールドを貼れるキャラクターでね、物理色でこう周りブン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 斧振り回してねやっつけられちゃうやつでございます。さあまた相手に先に一日を確保されたが、じいちゃんがまた行くよ。今度はわしは左から行こうかな、どこから行こうかな、敵はいないかな。よっしゃ、じゃあまずまっすぐ行こうか。タレットをどこに設置しよう、まずは上から狙ってみようか。さあ上からタレットを設置したいが、ここじゃ届かない。こっち側からどうじゃ。よしよしよし、ここに設置して、あそこがちょうどね向かいに見えるところが陣地だからの、あそこで中から外に出てきたやつを、よし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 、タレットちゃんバンバン打ってくれよ、バンバン打ってくれよ。さあ外から回っていこう、わしは、わしは外から回ってよくぞ。タレットが頑張ってくれているからの。しかし陣地を取らないと勝てないが、ここで2キル取っていく。いいぞいいぞ、タレットが、うっと、うーん、これはトラップでございますね。ジャンクラットという爆弾マンのトラップでございますが、さあ正面にいたのは仲間のジャンクラットだ。さあここで陣地を取り返す。いいぞいいぞ。さあと、あれは右の方に、あ、ラインハルトがおりましたね。さっきキル取られたラインハルトちゃんが、あのなんかシールドを展開できるんですね、ラインハルトちゃんは。さあここからまたタレット再設置して、ここの陣地を取りに来るやつらをタレットの餌食にしていくぞ、わしは行くぞ。さあここでウルトも溜まっているぞ。さあウルト撃っていく、はい、1キル取った。おっと、しかし吹っ飛ばされて死んでしまう。もったいねー。さあ今のは、あ、ゴリラーマンですねこれ、ゴリラーマンが暴れている中で、まあ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 まだですよ、陣地はこっちが取ってますからね。行くぞ行くぞ。さあわしのタレットを今度はどこに置こうかな、どこに置くんだ。おっと、これはわしのタレットがまだ元気にやっているではないか。
わしのタレットがどんどん敵を倒していくな。今回は調子いいんじゃないか。タレットの設置場所が良かったか。まだ気づかれていない。さあちょっと直しとこうね。こうやってハンマーでねコンコンやってって後ろからライン張るとあのライン張るとこう突っ込むスキルがあるんですけど、それでこう連れてかれて壁ドーンですよこれ。わしゃ壁ドンは嫌いじゃん。ああタレットが壊された。しかしウルトが溜まっている。おっとタレットは壊されてしまったの。さあタレットを再設置して、しかしこれはもうこっちが陣地をしっかり取っているからかなり優勢だぞ。さあまた同じところにタレットを設置していこう。おっと右上から壊されたな。右上の方に、おっと相手のジャンクラットだな。爆弾マンが来ているぞ。あゴリラーマンがまた来た。ゴリラーマンが暴れている。よし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 、ゴリラーマン倒しているぞ。タレットでなんとか、おっと正面からなんかやられていたぞ。ガトリングマンが来た。おっと相手の半蔵ですね、弓使いのウルトが飛んできました。しかしここで目標確保。なんとなんとドタバタの初ランクマッチでしたが、仲間の力に助けられたということもありますが、ラウンド2を 2-0 で、あ今回あれですね、先ほど日本選手って言いましたけど日本選手じゃないですね、3本選手ですねこれ多分。さあ3本目行こう。5秒前突撃の準備じゃ。わしが行くぞ。また走っていく。さあ場所は先ほどと同じ場所ですな。これはあっと違う場所だ。嘘をついた。あっとここはあれですよ、1本目の動画で落ちまくった場所ですよここは。わしの成長をお見せできるタイミングが来た。さあ左側の真ん中にタレットを置いて、正面にいる豚さんをタレットと私の、ガンで攻撃ガンで攻撃ってなんじゃ。うわゴリラーマンが来た。ゴリラーマン逃げていく。よしよしよし、ゴリラーマン倒した。わしのタレットが頑張ってくれている。さあ正面右側にジャンクラットと豚ちゃんがいたのかな。それも対処した。さあ右側から回っていく。さあわしの獲物はどこじゃどこじゃ。タレットを設置してあっちに来たら分かるようにしとこう。さあ左奥に2人おるの。レーザーマンがおるの。レーザーマンが、おっとタレット狙われてるってことは来たぞ。逃げろ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 。タレットが狙われてるから多分右から来ている。あ行ったぞあれは。おっとしかしまた左奥の方からも、右に爆弾じゃない、豚ちゃんがいた。豚ちゃんにやられちゃった。しかし相打ちかな今のは。あと龍神の剣を食らえ言うとるな。あれは源氏だな。ああわしのタレットが壊されてしもうた。まあまあしかし今仲間が陣地を取ってくれておるな。 37% でこっちが優勢じゃ。おまた半蔵というね弓使いのあの竜のウルトですね。おーいい攻撃だったけどまたタレット壊されちゃったよ。さあこれはジャンクラットが爆弾でゴンゴンやってきているけどタレットでガンガンやっていく。タレットちゃん大活躍じゃ。また左の奥左側からおっと陣地を取ってタレットを設置してないけど落ちている成長してねえじゃねえかよここね落ちちゃうんですよね、こうちゃんと見てないとね。はい、まあさっさといきましょう。何の成長もないって言ってるなあ。しかしわしのタレットはまだあるの。よしよし、あのタレットが生きてる限りわしがいくら下手でもちゃんとタレットちゃんが活躍してくれればチームに貢献できるんじゃ。さあこう強化していこう。こうやってね、トールビヨンというキャラクターは、ね、タレットをこうバンバン叩くことでねレベルを上げることができる、タレットのね。さあバンバン打っていこう。タレットちゃんがバンバン打ってくれている。わしは左から奥に進めていくぞ。さあこれ後ろ向いたら危ないな。よし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 、たまたまラッキーで誰も来ていなかった。ほらほら左から来ているのは仲間だった。さあ右奥の方にジャンクラットがおるんか。ジャンクラットはどこだ。さあジャンクラットを探しに行く。
おっとタレットぶっ壊されてしまった。さあタレット再度設置し直す。となるとタレット側の方に1匹いるはずじゃ。おっとそんなこと言ってる間にビクトリーじゃぞこれは。という感じでまずはわしのウィジン、ランク戦ウィジンはなんと仲間に助けられ初勝利だったわけじゃ。ということでトルビオン風にね、風というのは 何を思って風と言ってるのかよくわかりませんが、今回のランクマッチ、初チャレンジでございましたが、ちょっとねアテレコでの実況となってしまいましてね、あのリアルタイムの実況はね先ほども言った通り BGM のですね音声が、大きすぎてですね、自分の声が何言ってるかわかんない状況になってしまいましたが、さあこれリザルト出てるんですがね、タレット大活躍でございました。はい、なんとなんと23キルちゃんと働きました。しかしまあそのうちタレットキルが18キルでございますんでね、タレットちゃんがほとんどやってくれたという感じでございますが、まあ10ですということで死にすぎっちゃ死にすぎなんですけどね、まあまあまあ初陣にしては、一つ結果を出せたのかなと思っております。でそのこのスキル認定マッチっていうのでどんどんこう段階を経ていくと、まあそのランク戦でのランクが上がっていくみたいな感じみたいでございますね。はい、ということでございまして、今回はオーバーウォッチで初、ランクマッチ、ランク25を迎えたのでランクマッチをやってみました。次回以降もオーバーウォッチ実況をいろんな形でやっていこうと思いますので、ぜひとも皆さんご期待いただければと思います。ということで今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。